の中では本当に大切な思い出というか、これ以上ない。もういるわ。不思議に思うんだ、なんでこんなに夢中なの。ざっとどれだけの時間をここに費やしたろう。キャッチボールする相手もいませんし、バッティングする練習もいないし、でもそんな中でも不思議にやってくれたんで、親としては本当に大満足です。はい、この野球人生、小学校からやってきた、それが集大成で終わったっていう寂しさがあるので、でもまあ次のステップに向かって頑張っていっていただければいいなと思います。すごく自分の中では本当に大切な思い出というか、これ以上ない。もういるわ。ショートで君がいるから安心できました。チームの大黒柱、ありがとう。わかる。まあ一時期本当に折れかけたんですけど、まあ親に辞めたいっていうことを伝えたんですけど、ここで辞めたら本当に情けないなと思って、しっかり3年間頑張りました。ずっと好きだから、お前泣くと俺も泣いちゃうんだよ。よくやってたよ。なんか、お疲れ様でした。頑張ったね。これからもっと頑張って。これからの人生の方が長いから。小さい頃